皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。TBS では1月23日夜10時から、火曜ドラマ、ILOVE YOU がスタートする。初回15分拡大スペシャル、心の声が聞こえる、テレパスを持つ主人公、本宮由里、二階堂ふみ、が、超ストレートな年下の韓国人留学生、ユンテを、チエ・ジョンヒョプと恋に落ちる。 もどかしくも明るいファンタジックラブストーリーだ今回は赤坂ブリッツスタジオにて1月20日に開催された制作発表会見の模様をレポート当日は二階堂とジョンヒョクに加え大学時代にーリと出会い共に「ドルチェショコラ」を立ち上げた花岡昭人を演じる中川大志と ユーリと花岡が経営する店のショコラティエ券ショップ店員池本真弘を演じる山下瑞稀も登壇。赤坂ブリッツスタジオ内に敷かれた TBS カラーのブルーカーペットを4人が手を振ったり、アイラブユーポーズを押したりしながら登場すると約3500人の中から当選した150人の観客から声援が上がり、序盤から活気のあるスタートとなった。二階堂ふみ ソファに何度もダイブ胸キュンシーンは相談なしで突然に二階堂最初に台本を読んだ時に何度ソファにダイブしたかと思うほど胸キュン連続の作品です優リは相手の心の声が聞こえてしまうがゆえに人との関係をうまく構築できなかったり過去に傷ついた経験があるキャラクターそんな優リはすごく等身大の女性で 私自身も彼女に共鳴する部分があるので、きっと見てくださる方々にも重なる部分が多いのではないかなと思っています。ジョンヒョク、ユンテオという役柄を、通して、皆さんに胸キュンをたくさんお届けできたらいいなと思っています。説得力ある形で演じられているのか自信がないのですが、皆さんも有利の気持ちになってくださったら、同じように機運を感じていただけるのではないでしょうか。 本作の胸キューシーンはファンタジー寄りの瞬間もありどうやったらリアルに見せられるかを考えながら演じています事前に相談するというよりも本番でのドキドキ感を大切にしています中川花岡はクールで一見隙のないキャラクターに見えますが会社のことや社長ゆりのことを心から支えたいと思っている愛のある男です この前早速第1話を見させていただいたのですが、早く皆さんに受け取っていただきたい気持ちでいっぱいになりました。山下、真宙は明るくて可愛らしいポップな人物。恋愛マスターという一面があり、ゆうりさんとはいつも恋愛トークを繰り,り広げています。現場はすごく暖かく、誰かがセリフを間違えても、けんちゃなよ、韓国語で、大丈夫、の意味。 王女夫よと優しい言葉がたくさん飛び交っています二カ国語が飛び交う現場に心から感動しました山下瑞希二階堂ジョンヒョクさんは日本に来てくださって日本語でお芝居をするという大変な撮影をされているのにそんな中でも常に明るく作品のことを考えてくださっています お返しに私も何か面白い韓国語を覚えられたらなと思って若しずつ勉強しています。この前覚えたのは、お酒飲みたい、でした。突然言ってみたら面白いかなと思って、わら。一同、わら。中川、僕はジョンヒョクさんのことを、韓国語でお兄さんという意味の、ヒョン、と呼んでいるのですが、ヒョンが韓国語のワードをメモに書いて渡してくれて、 その意味ををなるるべくスマホを使わずに解読するみたいなことをしています。僕から日本語のメモを渡すことも、現場には韓国語を話すスタッフさんもいらっしゃるので、いつもより密にコミュニケーションを取るようにしています。山下、私はジョンヒョクさんが本読みの段階から日本語をたくさん話されていたのが印象的でした。きっとたくさん勤務めされたからこそなのだろうなと。 本当にすごいなと心から感動したのを覚えていますキャストのテレパス能力を試すクイズ企画も会見では有利の能力目が合うと心の声が分かるテレパスにちなみ出演者同士も目を見て通じ合えるのかを試すクイズを出題二階堂が思い浮かべるのは第1話の推しシーン出会いのシーンシャボン玉のシーンチャプチェのシーン の選択肢からジョン・ヒョク、中川、山川、二階堂の答えを予想。二階堂が選んだ、着地のシーン、お見事当てて見せたのは、作中で有利と長く時を過ごしてきた花岡を演じる中戦。何年一緒にいると思っているんだ。と、花岡の気持ちに乗せて正解を喜んだ。二階堂は、本作に登場するご飯はどれもとても美味しいので、視聴者。 のの皆さんの胃袋を刺激すすると思いますチャプチェのシーンは優リとテオの距離が縮まる大切なシーンでもあるので、個人的にも心に残っています、と第1話の見どころを交えて推しシーンの理由を語った。2問目は、チェ・ジョンヒョクが日本で覚えた現場用語で一番のお気に入りハドレ。巻いてます、飯押し、本番です、の選択肢から、ジョンヒョクが責んだのは本番です。 しかし、事前のアンケートでは、飯をしし、と答えていたようで、現場スタッフがびっくりする様子が伝えられ、会場は生配信ならではのハプニングを楽しむことに。改めて回答を聞かれたジョンヒョクは、本番、と言われた時の緊張感の中でお芝居をするのが好きなんです、と明かした。ちなみに、飯をし、食事の時間を公開しにして先に撮影を終わらせること。 というちょっと渋めな業界用語を教えたのは中川だそうで教えたその日からいろいろなスタッフさんに断あるごとに「飯推しですか?」って聞くようになっちゃいました「わら」とジョンヒョクの応用力の高さとちゃめっけたっぷりな性格について言及した最後の質問は山下瑞希が真宙と共通すると思う部分は山下が選んだのはオンとオフの切り替えがはっきりしているところ 仕事ではぐっと集中できるのですが、プライベート時は何も考えずにぼーっとしていることも多くて。そんな山下は二階堂からあることを伝授されたそうで、現場で二階堂さんに変化を教えてもらいました。二人のシーンで向き合っているときに二階堂さんの表情がどんどん変になっていって、緊張がほぐれるんですと二階堂の座長らしいエピソードを明かすも、 対して二階堂は、変顔は、ほぼ無意識で。わら、問い意外な返しで会場を沸かせた。会いに中、MC を務めた、ドルチェショコラ。の社員、亀井茂雄役のゴリケンが、普段は敬語で話す間柄の中川との距離を詰めようと幾度となくため口で話しかける場面も、わら。ゴリケンが、大使頑張ってるもんな、と声をかけ。ると、ん、はい。 頑張ってます。と、戸惑いながら答えた中川。ゴリケンの狙いを知ると、花岡は人事もやっているので、会社での亀井さんの今後を考えておきますね。笑、と切り返し、笑いを誘った。最後に二階堂は、本作は本当に心がおんまるラブストーリーになっています。は、うットワンカット大切に撮影していますので。 皆さんの心を温かくする愛される作品になるといいなと思っています。最高まで応援していただけたら嬉しいです、と締めくくった。会いに後に行われたフォトセッションでは、キャストのポージングや歯を見せて笑うなど一挙一動に歓声が上がる異例の事態に。照れたジョンヒョクが後ろを向いて、笑顔を立て直そうとする場面もあった。 その間に中川が会場を煽るなどしてチームワークを見せ、ボルテージは最高潮のうちに会見が終了。言語の壁を乗り越えて出来上がったチームワークで、どんな胸キュンを届けてくれるのか期待したい。なお、制作発表の模様はアーカイブで見ることができる。どこだと思いますか次は CU でした。